軽さはまあもちろんなんやけどね、伝達量が多くなるっていうところで、これってやっぱり釣りしてる上でもう一つその自分のスキル、ちょっとこれ分かりにくいよっていう情報ってあるじゃないですか、やっぱりテカンドで。それがより明確になっていって、リール自体が釣り人のスキルをもう一個グレードアップさせて、釣れたっていうんじゃなくて、釣った感をより明確にしてくれるリールなんじゃないかなっていうのは、ほんまにこのバンキッシュにはあるかなって感じる。時期はね、10月の初旬です。上五島に来ております。秋に絡むイカを狙っていきたいなっていうふうに考えてまして、今日ね使っていくタックルなんですけども、セフィアリミテッドの S89ML っていうタイプのロッドと、で、リールがですね、バンキッシュの 2500S ですね。 P ラインが、ピットブルの8プラスです。0.5号使っております、 200m で。リーダーがセフィアのマスターフロロの、2.5号入れてます。でエギが、セフィアクリンチ、ロングアピールですね、こちらの3.5号、それを使用していくんですけど、まあ、それを使っていくにあたってですね、今日ね、ちょっとこうワンド、大きいワンドで、でシャローになってるようなところの場所で、まあ、こうゆっくりアピールできるエギで、シャロー場にいてるアキイカっていうのを狙っていきたいなと思ってます。今回ね、この使っていくバンキッシュなんですけども、プロトの時からね、ちょっとこう触らせてもらったりしてたんですけど、その時まあ、完成品ではなかったんですけど、非常にね、やっぱり軽さっていうのはもうもちろん一つあるんですけど、ノイズがね、すっごい少ないですよ。ノイズっていうか、なんていうかな、この巻いた時の、ほんまにこの、何もなく感じる軽さとかがすごくて、で、完成版ですね。っていうのが出来上がってきて、手にしていく中でですね、さらにその釣果に対してね、多分これって、すごい情報量を伝えてくれるリールなのかなっていうふうに感じてるんで、まあ、それですね、プロトからこの完成品になったとこで、こいつをガンガン使い込んでいって、どれぐらいの情報を伝えてくれる理由なのかっていうのがね、非常に楽しみなんで、まあ、それを楽しみながら撮っていけたらなっていうふうに思ってます。もう釣りの中でもこんだけドラグ緩くてジージー言わす釣りってエギングぐらいやからね、好きやけどね、このドラグの音っていうのは基本的にまあ釣れた時もなるし、なんやろ、心地いいしね、ほんで何よりもこうリズムがやっぱり取れる、ドラグの音で。あとこんだけドラグ使いまくっててもやっぱり強度があるっていうのはすごい重要なことちゃうかなと思うけどね。相当普通の釣りよりもドラグを多分駆使するっていうか、もうめちゃめちゃ使う釣りやから、やっぱりその面ではね、軽いけど強度があるっていうのはすごい重要な部分やと思うんだ。よし、ちょっと水深のあるエリアで奥まったワンド狙ってみようかな。ちょっと移動しようかな。水深がかなりありそうなので、クリンチ3.5号ですね。オフィスカウンター、アボカド。信頼できるめちゃくちゃでかいのを絶対取りにかかりたいとか、ここ一ガチの勝負したいというのも絶対捨てら、絶対的な信頼、それはもう間違いなくあって、だから捨てらっていうのはやっぱりそこよな、ほんまにここ一勝負、細ラインで例えばでかいの取りにかかるとか、そういうもう繊細な釣りでやり取りする時の優位性とかっていうの場合はな、あとほんで釣果回数ね、僕らみたいにガンガン行くような人とかやったらやっぱステラの方がいいかなと思うけど、まあ、だからって言ってその強度自体はね別に変われへんねんけど、でもやっぱり絶対的な信頼よな、ステラにおいてはね。バンキッシュはもうワンランクアップしたいっていうところやろね、自分の釣りを。それがほんまにそのリールから伝わる情報量がすごい多くなったから、なんかそういう人らが使い込んでいってもらったらめちゃくちゃ釣りうまくなるんじゃないかなっていうふうには思うけどね。その辺はやっぱりバンキッシュは今いいと思うけど。しゃあ、ワンオクやったね、やっぱり。ほほほほほ、よいしょ。オッケー。いいイカや。ワンオクやね、やっぱりその駆け上がり、これ地形がこうお椀状になってる。向こうに駆
駆け上がっていって、こっちからも駆け下がっていって、真ん中がめっちゃ深くなってるんだけど、それの一番湾の中っていうところにやっぱり溜まってたりしやすいんで、結果的にやっぱりその駆け上がりから食ってきたって感じでしたね。前あたりって俺も 100% 分かるわけじゃないけど、でもそれはやっぱりすごいやりやすい理由はめちゃくちゃあるで、このバンキッシュに。そのしゃくり終わった後にピタッて止まってくれて、ラインの収束がピタッて止まるから、やっぱりそれは超三つ巻きってこう収束が早いよね、ラインの落ち着く。でそれプラスこのリール自体がピタッて止まってくれるから、安定したラインの位置に置かれた時に後ろについたら入水面のラインのとこがねピクピクって抵抗変わるんよ。それが前当たりなんやけど、それがすごい拾いやすくなってると思う。よくみんな多分こう違和感でんって思う時あると思うんやけど、それがより明確になるっていうのはそのリールの性能があるね、やっぱり。じゃあ、ちょっとね、潮通し絡みのいいワンドですね、緩やかに動くようなとこ探して行ってみたいと思います。湾内のこういう奥まったワンドから潮通しのいいところからこう入ってきてるようなね、大きなワンドのエリアですね。岬のこう潮通しエリアから入ってきてる大きなワンド、そういうところにちょっとアクセスしてみようかなと。で、まあ、現場的にはまあ一旦このなんていうかな、潮通しのいいところへ一発目行くよりも、中のこういうちょっとね下りとか入っててワンドの中で隠れてそうなところですねっていうのを打ちながら、外の潮通しのいいところへ行くっていう風な感じで攻めていきたいかなと思います。ふたよし、おー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 し、引くで、いいね、いいね、最高やね。よし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 よドラゴンがね、最高やね、バンキッシュはね。デーもスムーズやしね、ほんまに。かなり使いやすいです。しっかり、酸素を送ってあげて、エアーを抜いて、お、元気になった、元気になった。そしたら、カンナを外して。ほい。よしーい、さよなら。もちろんラインで取るんやけど、その後ろへついた当たりではないね、まだ触ってないけど抵抗値変わるとかはやっぱり軽いに越したことはないと思うから、よりだからその追尾あったりした時に分かりやすいかもしれんね。こうちょっと重み乗るのと持った時に軽いっていうのは全然違うから。おお、触った。その軽さはでかいと思うけどね。おっしゃ、きたー。おっしゃ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 、うん、よいしょ、よっ、おっ、秋らしいかやね。自分の釣りが確立されてきてってあるやんか、そこで、なんやろな、当たり取れるようになったとか、そこ質分かるようになったとか、いろんな情報があると思う。目による感度、目感度、手感度とかあるし、で、そういうのをこう感じていく中で、それをスキル一つ上げてくれる。この軽さによってもそうやし、で、やっぱりこの巻き感の繊細さ、めっちゃこの、ほんまにこの巻いた時に、やってもらったら分かると思うけど、何もない感じなの。で、それってやっぱりノイズが少ないから、情報量が多くなる、自分に対しての。それがやっぱり伝わるのがより明確になるってことは、それだけ明らかになるってことね。今までちょっとそうかなって思ってたことが、もっとカラーで見えてくるから、より釣りが上手くなる。だからそれはもう多分、その上級者の釣りのスキルを育ててくれたよなっていうリールが。なんかそれができるっていうのはやっぱりこのバンキッシュの特徴ちゃうかなっていうふうに思うよね。しゃー、きたー。サイズや。引き合わせやね。よく楽しませてくれました。
よいしょ。 OK。 はい、バンキッシュの特徴はやっぱりその軽量っていうところには絶対あると思うんですよ。なのでその軽量っていうことはね、何がいいかって言ったらテカン度が上がるんですよ。軽ければやっぱり軽いほど手に伝わってくる情報が多くなるから、だからその糸から感じ取れるノイズっていうんだけど、そのイカがつきましたとか、例えば今そこの地形が、砂地ですよとか海藻ですよ、ここに岩があって段がありますよっていう、この情報量がねすごく軽くなればなるほど多くなるんですよね。それはもちろんロッドの効果もありきなんですけど、でそこにリールがさらに軽くなるってことはやっぱり伝わってくる情報量が多くなるから、おのずとそこにいるっていうところが攻めれてるっていう感覚、より釣ったっていうところに持っていってくれるのがやっぱりこのリールなんやろねっていう。だから上手な人はより上手くなるために使えるリールやろうし、なんかそういうのはすごくめちゃくちゃありがたいところかなっていうのはあるかな。うん。まあ、秋以下トライしてみました。使っていたタックルっていうのでね、バンキッシュ。まあ、プロトの時からもそうだったんですけど、非常に伝達する情報量が多くなる。まあ、ロッドを通して、テカン度がアップするっていうところでですね、本当にこの、なんやろな、今までのターゲットをこう、釣ったっていう感覚っていうのがより増すっていうところと、で、ちょっと分からなかったところがさらに明確になるっていうのをすごいサポートしてくれるリールだと思うんですよね。なのでまあその辺でこうトライしてみたいっていう人はね、ぜひともねこのバンキッシュでやっていただいたらね、分からなかったことも分かるようになるし、でさらにこの釣って楽しいっていう、ほんのにこっち側がターゲットを取ったっていう感覚っていうのがすごい増して倍増すると思うんで、ぜひともこのバンキッシュ使ってね、またこの秋イカにトライしてもらったり、今後のイカっていうのをね、エギング楽しんでほしいなっていうふうに感じました。